社長は男、キノワ総合デコカウ、機械は最新、社屋は斬新、キノワ総合デコカウ、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キノワ総合デコカウ、さあ一緒に働こう。よし、キノワスのあなたの未来。ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ。そんな吉井清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来。始まり。まーす。清松総合鉄工。大分県で一番有名な社長、吉井清松です。せーの、いいね。皆さんこんばんは、アシスタントの松本久美子です。はい、はい、11月ラストの日曜日です。そうですね、もうなんか街中は完全にクリスマスムードですね。ねえ、本当に寂しい私まあいいんですけどね、さてさて、ヨッシーに会える日近づいてきました。12月の1日、はい、木曜日、月初の朝礼、月始めの朝礼でございます。はい、ぜひともおいでください。本当になんか楽しみにして、社員一同待ってますんで、はい、あなたの登場をお待ちしています。はい、新しい出会いがあると思いますよ。はい、はい、さて今日は、そうですね、今日あのね、僕メル・ロビンズっていう人がいて、その人の話がすごく、いい話だったんで、ぜひともこうご紹介したいなというふうに思いまして、ちょっとそれについてお話しさせていただこうかなというふうに思います。はい、あなたが生まれてきた確率って400兆分の1ですよっていうふうにメル・ロビンスは言ってんですよね。どうやって計算したんだろうな。そうです、はい、あのメル・ロビンスはその計算根拠を教えてくれなかったんですよね。彼女の、まあ、いろんな YouTube 見たんですけど、なんで400兆分の1なのか教えてくれなかったんですよ。で、僕計算しました。ご苦労様です。どうやってですか。はい、どうして400兆分の1なのか、僕いろんなことを考えながら計算しました。これ僕の計算ですんで合ってるかどうかは分かりませんけども、一応400兆分の1がで、答えとして出てきました。ゼロはいくつあるのかな。あの、人間ってあの X 染色体、Y 染色体って2つ対になってるっていうのは聞いたことありますよね。はい、それが23個あるっていうのを聞いたことあります。今初めて聞きました。はい、X 染色体、Y 染色体が23個並んで、一つのその人を決めてるんですよね。はい、で、その23個あるっていうことは、その、対になってるやつが23個あるんで、もし自分の子供にそれを受け継がせるとしたら、X の方を渡す、Y の方を渡すっていうふうに、2分の1になりますよね。はい、2分の1かけ23乗あるわけですよ、通りとしては。はい、そうすると、答えとしては2の23乗だから、830万ぐらいの答えになるんですよ。はい、わかります？ 830 万になるんです。はい、で、830万が男と女があるんで、830万かけ830万っていう計算をしなきゃいけないんですよ。はあ、そうすると、70兆分の1になるんですよ。はあ、その人が、その両親から生まれ、その人が生まれる確率って、70兆分の1になるんだけど、これ400兆分の1にただ、届かないですよね。はい、あ、じゃあちょっと違うかなと思ったんですけども、ミスコピーっていうのが起こるんですよ。うん、そのコピーするときに、そのミスコピーが約 8% 弱ぐらいのミスコピーが起こるっていうふうに、実験で求められてますんで、うん、その、2が 2.07 の23乗になるんですよ。なんかまたまが混乱してきました。うん、まあ、とにかく、男の人の子供に受け継がせる確率は、200万
なんですよ。女の人から、自分の子供に受け渡す遺伝子は200万なんですよ。200万かけ200万で400兆になるんですよ。あ、ここでね、数字が合うのね。そうです。だから、ミスコピーまで含めて自分の子供に受け継がせるやつを計算すると、もし同じ男と女の人の子供でも400個ある中であなたが選ばれたっていうことなんですよね。すごいでしょ。だから400兆の中で私を選ばれたんだっていうふうに思うと、一人一人が私は400兆分の1の確率で生まれてきた人なんだっていうふうに思うことができるわけですよね。今ね、一生懸命米俵をイメージしてて、ね、米俵の一粒ぐらいの話でもないんだなと思って、すごいですね。すごいですよね、うん、これだから23個に、人間は23個の染色体があるから、まあその400兆で終わってんですけども、実はね、金魚とかは全部で52の染色体になるんですよ。え、まだ多いんですか。そう、多いんです。だから金魚ってたくさん種類がすぐできていくじゃないですか。それは染色体の数が多いからなんですよ。へえ。だから例えば猫とか38個しかないんですよ、うん、だから猫ってあんまり大きさ変わんないじゃん、はい、どのいろんな種類あるにしても猫の大きさって変わんないですよ、はい、でも犬はどういうふうになってるかっていうと、犬って、78だからその半分の39個の染色体があるわけです。 XY 染色体。だから犬って本当に、ちっちゃなコップに入るやつから、はい、うちの犬みたいに大きく60キロとか100キロ近くなる犬まで、現れるじゃないですか。染色体の数が多いからバリエーションが多いっていうことなんですよ。へえ。染色体ってそうやって見ると、うん、ものすごく影響があるってことなんですね。そういうことですね。染色体の数が多ければ多いほど、新種が生まれやすいっていうことですね。ちょっと覚えておくと面白いかなと思います。続いて後半は吉井清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて今日のお客様は先週に引き続きパノラマとラボラトリーの皆さんお迎えしております。はい、よく言えました、はい、お願いしますこれね、よく言いました。本当そうなんですよ、うん、つまりなぜ口を一生懸命動かすかというと、はい、意味が分かってないからですね。そうですね。音だけで伝えようとしているからですけど、うん、はい、どういう、今更ながらですけど、もちろんです、はい、坪井さん、これどういう意味なんですかね。はい、ですね、一つ音楽的なことなんですけど、はい、僕たちはその空間だったりとかこの広がりっていう風なものをすごく大事にしてるんです、自分たちの音楽性の中で。それでそのパノラマっていう風なこの空間の広がりっていう風なので、最初はパノラマっていう名前だけにしようかともなったんですよ。パノラマってこう全体をこう、はい、ずっと映すような。そうです、パノラマ背景とかのパノラマですね。360度全部映すような、はい、そういうやつをパノラマっていう、はい、そうですね、そのパノラマなんですかね、はいはい、そしてその言葉で、そしてでも 僕がですね、その音楽バンドっていう風にするより音楽の集団っていう風な意味にしたかったんです。それはなぜかというと、3人でかっちり固定するんじゃなくて、例えばギターの方だったりとか他のメンバーとかが入ってきたりとかいう風な緩いちょっと音楽の集まりにしたいっていう風な話で、じゃあそしたらなんかそういうな集まりを表すような言葉なんかなって言って、ラボラトリー、研究室っていう風なのがくっつくといいかなっていう風に思ったんです、うん、だからそこでその研究室にみんなが集まってきて、音楽をそのパノラマに広がるような音楽をこう作っていけたらなっていう風なのが最初の狙いでしたね。なるほど。間にトが入るのが、そうなんです、うん、それで本当は最初はパノラボって名前にしようとしたんです、はい、そしたらそのパノラボって何っていう風に聞かれまして、いやパノラマとラボラトリーですっていう風に答えたら、それを名前にしちゃえばっていう風に言ってくださって、パノラボだともう分かんないから、うん、じゃあもうそのままにしましょうっていう風にやって、うん、そう、ピンキーとキラーズみたいな感じで、まだ一部の世代にしか私は分かるよもうポカちゃんギョトンとしてる2人グループかなっていう風に感じるよね、はい、うん、で私がパノラマです、私はラボラトリーです、そうですね、なんかそういう感じに感じたんですよね最初ね、はい、はい、あ
でもそのラボラトリーってね分かる気がするんです、うん、これまでイベントでねご一緒させていただいた時に、はい、なんかこうみんなにちょっと実験的な音の実験とかをやって、はい、それに聞いてる人参加した人が気づく喜びっていうのがあるじゃないですか、うん、はい、だから音楽って音楽しむんだけど、はい、パノラボさんはね音楽学だと思う。おお、なるほど。音楽をさらに楽しむ、なんか音楽学みたいな。あら嬉しい、うん、感じ。それがなんかラボラトリーの、うん、私イメージで、うん、素敵です、今日も。今日そのこと言ってくるの丹波さんだけなんだけど。はい、まあそんなね、はい、パノラボさんヨッシーの会社のイベントに先月ね、実は10月30日に行いました、ね、清松総合鉄工朝礼5周年イベントに、はい、パノラボさん、来ていただきまして、はい、当たっていただいたんですよね、はい、本当にその時はありがとうございました。いや、はい、ありがとうございました。おめでとうございます。はい、素晴らしいです。やっぱりいていただくだけでまたね、うん、雰囲気がガラッと変わってきます、ね、そうですよね。うちの社員の中でもう一人ね、はい、もうパノラボの音楽聴いて私人生変わりましたと言って最後の最後まで、そうですね、車で出ていくまでずっと私この音楽聴けてよかったってなんかずっと言い続けて、はい、ちょっと酔っ払ってたんですそういう人もいましたよね。はい、そうですね、うん、嬉しかったですよ。まあYouTube で配信されたりね、コンテストがあったりいろいろあるんですけど、はい、ライブの醍醐味ってお三方どこにあると思いますか？お客さんの顔が見れることかなと思います、うん、私は人の目を見て歌うのが好きなので、お客さんが目の前にいるっていうのはすごい嬉しいですね。たまちゃんは？私はですね、もう楽しみすぎてていつも記憶がないぐらいになっちゃうんですけれどやっぱなんかそういう空気感とか、やっぱりでもやっぱ大きい音出せるのは嬉しいですね、単純に。清松総合抵抗の屋上、大きい音出しても大丈夫ですもんね。本当に出しちゃいましたはい、僕はやっぱりその名前の通りその空間をやっぱりこう彩りたいなっていうふうに思ってるんで、やっぱりそこの場所そこの場所によって、そして特に清松総合鉄工の屋上はすごく景色が綺麗なので、うん、あ、まさにパノラボの音楽っていうふうなのはこういうところのために作りたいなっていうふうな感じでした。本当にありがたいなっていうふうに思いますしまたね、清松総合鉄工なんかイベントやるときはぜひともパノラマさん来てもらいたいなと思います。でそのイベントで僕一番素敵だなって思った音楽が、はい、この前の出てもらった時もちょっと演奏してもらったんですけども、はい、ヨタカっていう、はい、そういう楽曲がございまして、それにすごく楽しいなっていろいろこう思い出すこともいっぱいあって、うん、この音楽を聴きながらね、若い頃青春の頃みたいなことを思い出すことができたヨダカ、ヨダカ、ヨダカですかね、はい、まあ、ちょっと皆さんにもうちょっと聴いてもらいたいなと思います。私たちもすごく大切にしている曲です。ヨダカという曲を聴いてください。ただ日が暮れて落ちてゆくのは青い意識の底、昨日見た夢はもう忘れてしまったけど、回ってるのは地球の方か、訪ねてみたけどまるで独り言だと。聞いていただきましたのがヨダカです。ヨダカだと違う意味になりますかね。はい、はい、本当に注意していくと、ヨダカと言いますんで、まあ、このヨダカって何ですか、福井さん。私は宮沢賢治さんのヨダカの星という詩がすごく好きで、それをモチーフに読んでみて思ったことを歌詞にしました。はい、なるほど。知ってました？はい、なんかすごい文学的ですね。私は今初めて知りましたからですね、最初ねタイトルだけ見た時になんかもっとちょっとこう刺さるような感じのねものなのかなと思ったら、すごく優しくてなんか癒されて穏やかなのってやっぱりその宮沢賢治さんの世界観ですね。そうですね、はい、
そう、なんかみんな懐かしい感じがするんだと思うんですよ、この音楽を聴いた時に、僕な、ほん、な、先ほど さっきちょっと言いましたけども、青春時代のなんか、はい、屈折した思いとか、はい、なんか向かえなかった思いとかがこうなんか去来しましたね、この音楽を聴きながらね、そういう意味ではないのかもしれませんけども、そういうなんか昔のことを思い出させてくれる、しかもこう良かった時じゃなくて、はい、あのうまくいってない時のことを思い出させてくれて、そこを原点にして今があるっていうふうに思うと、すごくこうなんか晴れやかな気持ちになれるような、ありがたいです、光栄でございます、すごいですね、この世代をここまで感動させるこの歌詞ですけど、私ね本当これを風花さんが作詞された時って何年生きてらっしゃるんだろうなんかすごいなんかもう短い間にね、なんか人生をもう全てね熟知されちゃったのかななんて思いながら、そんな感じがしますよね、そんな君の風花さんなんですが、はい、実はね新しい、ちょっと、まあ、はい、ことを始めようと今、はい、なさってるっていうふうに聞きましたんで、はい、ちょっとその辺を、自分の口からファンの皆さんに、はい、そうですね、すごいたくさん褒めていただいた後に言うのはすごく申し訳ないんですが、この放送がされてる日にはもうあの私はパノラマトラボラトリー脱退しておりまして、そうなんですよ脱退しておりまして、ボーカルは別の方に変わっているか、2人の音楽を皆さん聴いている頃かなと思うんですけど、ちょっとあのワンちゃんを飼ってまして、自分のワンちゃんがそのドイツから帰ってきたぐらいで亡くなっちゃったんですよ。でそれをきっかけにちょっといろいろ人生のことを考える時間があって、ワンちゃんとか猫ちゃんとかの保護とか、そのうちの子はいろんな人にあの見取られて幸せに亡くなったんですけど、その野生で捨てられて死んじゃう動物たちのことをすごい考えて、そういう子たちを守れる活動をしてみたいなと思いまして、ちょっと音楽とは別の道に進んでいこうかなとしております。はい、私今初めて知りましたよ。そうなんです、ね、すいません本当に、ね、そうなんですよ、本当びっくりしましてね、もうこの才能なんか、まあ才能は才能であってもいいんだろうけども、自分が好きなことでこの今までの培ったものを全部ね世界2位になるなんて、はい、そう誰でもなれるもんじゃないじゃないですか。そうですね、その経験を全部捨ててまで、うん、なんか犬や猫 のためになんか私の人生捧げたいみたいなそんな感情になる君の風花さんって素敵だなとも思ったし、まず そのね、はい、決められたご自身もそうだけど、その風花さんの思いを汲んでね、あのちゃんと送り出してあげるお二方もすごいなって私思う。 あ、うん、ありがとうございます、うん、なんだよ世界取ったじゃねえか、なんまだ続けないんだって、なんか二人の心の中に分けって思うと、はい、そういうとこあるんじゃないかなと思うんだけど、はい、まあそれを新しいまたあの君の風花の人生だからっていうことで許して、そして、はい、まあ、自分たちの2人の音楽をまた作っていきたいって思ってるパノラマ、素敵だなと、うん、ありがとうございま す, ございます。でもその風花さんが作ってくれた詩の世界観って記録として残るし、はい、ずっとあるからそれはね、あの期間としては短かったかもしれないけれど、すごく大事なものを、まあ、お二人にも私たちにもあの残してくれたんで、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。でもまたどっかで人の気持ちって日々変わるから、あまた書きたいなやりたいなと思ったらね、またこっちにこれ、うん、もう自分の人生だから思うよ、ね、絶対いいって長年生きてきて思いますけど ね、うん、ねこうしなければいけないっていうことは何もなくって、うん、自分の人生自分が主役なんで、はい、その主役でありながら自分の、例えば僕いつも言うんですけど、人って生まれた限りは一台の車を与えられたんだ、でも普通の人ってなちっちゃい頃はお母さんがハンドル握ってるし、学校行ったら先生ハンドル握ってる、会社に入ったら上司がハンドル握ってる、そうやってずっと自分の車なのに助手席に座って来ている人があまりにも多すぎる、はい、君の風花は
自分の人生ちゃんと自分でハンドルを持って運転してるなっていうのをすごく感じまして、うん、それが素敵なことなんだろうなっていう。素敵ですね、うんうん、あなたのその優しさを、まあ、今度はね、まあ、ワンちゃん猫ちゃん、うん、きっと伝わるんでそちらで行かせてくださいね。でしばらくボーカル探してるんだったら年齢制限なかったらぜひ、はい、たまよし、よしあと組子作って結成ですかねこれ。ラボに入ってくださいますか。見つかってらっしゃるんだったらですけど見つかるまでのつなぎとしてでももしよろしかったら、まあ、その時はよし気温はストーパノラボっていう、そうですよね、はい、ちょっと世界観がもう180度変わってしまいますけれどもまあね、はい、準備万端ですもんね。はい、はい、万端です。なんだったら作詞も作詞は一度ご一緒させていただきますから、はい、はい、どうもありがとうございます、はい。でこの番組ですね、あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます、はい、まず坪井さんにお聞きします、はい、坪井さんにとって未来とは。はい、僕にとって未来とは挑戦でございますね。そうですね、はい、まあ、本当に挑戦の日々ですよね。そうですね。メジャーに出るとかいうのはないんですか。あ、もうもちろんメジャーの子だから声かけてくださるんでしたら、喜んでお話ししたいと思います、ね。まあ、インディーズ日本一になって、はい、まあ、次はもうメジャーを、そうですね、はい、狙っていくべきかなっていうふうに思います。ぜひお声かけくださいませ僕からもアプローチします。はい、あ、僕が作ろうかな。あら、あら、お会社をすごい、それはすごいことだ。冗談っぽく言ってますけど本気ですよろしくお願いします。お願いします。はい、所属タレント第1号として、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、それで、タモちゃん。はい、まあ、私は前行った時は毎日を積み重ねみたいなお話をしたんですけど、今はもう未来はもう自分の覚悟だなと思っています。おー、はい、おー、すごい。まあ、覚悟を決めて、まあ、私は音楽をやっていきたいと思ってるんで、まあ、ちょっと頑張りますんで皆さんぜひよろしくお願いします。夢とかね、希望とかじゃなくて自分の未来を切り開いていくのは覚悟なんだっていうね、そういう、はい、ことを今言われてて、もう本当にそうだと思う。みんなああなればいいな、こうなればいいなって、なればいいなっていうことばっかり考えてるけども、それに対する覚悟がないから絶対やるぞに変わっていかないんですよね。絶対やるぞっていう覚悟を持った時に、それは自分の人生を切り開く最初の鍵穴に鍵を入れる瞬間じゃないかなっていうふうに。皆さん素敵ですね。ありがとうございます。こんな詩を書きます。あ、いいですね。鍵穴っていうやつ。いいですね。抜け穴。違う違う。そして最後、君の負荷。はい。どうでしょう。前回ズームで出させていただいた時もそう答えたと思うんですけど、自分の中でも変わってなくて、ちょっと矛盾みたいになるかもしれないんですけど、私にとって未来とは今です。そうですよね。はい、本当にそのこれから先、まあ、今までと全然違う人生を、あなたは選択したわけですから、その選択間違ったものにするかどうかこれからの頑張りです。はい、もし、あと、ね、来年の今頃あんな風にしなきゃいかったなって思ってたなら、それはあなたの負けですよね。君の風化がもう決めた、今決めたこと、それが1年後あれを選択してよかったって思えるかどうかっていうのが非常に大切なことだと思いますんで、今の気持ちを忘れずに、ね、頑張り通しておいてほしいな、はい、っていうふうに僕は思います。ありがとうございます。2週にわたってお話を伺ってきました。お客様はパノラマとラボラトリー坪井博さん、森田珠美さん、そして君の風花さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。世のため、人のため、そして己のためにを社税として承認だけで成り立つ会社を目指します。競争鉄鋼株式会社、ここには夢がある。はい、
パノーラボさんもね、2週連続出場していただきましてどうもありがとうございます。ね、木村風花さん、ちょっと寂しい、ね、かわいそうっていうか、残念なんですよね。残念と僕らは思ってたかもしれませんけども、風花ちゃん自身にとっては、もうそれの選んだ方が正解の人生なんで、それを、それで、自分が後悔しないような生き方していってほしいなって僕はそのように思いますよね。はい、はい、さあ冒頭でね、うん、染色体の話しましたけど、ええ、私ちょっと一個疑問に思ったんですけど、ええ、あの猫の染色体は少ないから、うん、猫の体の大きさはそんなに変わらないってことなんですよね、ええ、そうですね、はい、あ、そうですね。38個っていうのは、いわゆる X と Y 足してしまうんで、本当は染色体の、一対の染色体の数で言うと、19個ですね。はあ、人間は23個だから、23個よりもまた少ない。で、人間は大きな人から小さな人までたくさんいるかもしれませんけど、はい、猫の大きさってそう変わらないっていうのは、染色の数が、ちょっと人間より少ないから、そういうバリエーションが起こりにくいっていうことですね。一番少ないのが症状バイ8個って言われてます。本当に、うん、症状バイもちゃんと調べてるんだ。染色体があって、8個っていうことだから XY の対で考えると4個っていうことです。だから4分2の4乗かけ2の4乗ぐらいの話なんで、症状バイ大きな症状バイとかいないわけですよね。つまりその染色体の数が多いか少ないかっていうのは、その、まあ、生物の、まあ、大きさの種類を見たら分かるってことですかね。そうですね。大きさも含めて、なんかバリエーションの大きさ。バリエーション。を見ると、ああ、この種類ってバリエーション少ないんだろうなとか思ったりするんですよね。面白いですよね。数字でね、こう分かるっていうの面白いですね。うんうん、そうですね。あと、まあ、同じような話でゲノム編集とかいうのがあって、クリスパー・キャス9っていう方法で、まあ今、ゲノムの編集、まあ染色体の、まあ編集を やられてるんですけど、まあそのクリスパー・キャス9っていうのは、いわゆるガイド RNA っていうのを突っ込んで、これ、ATGC っていう、まあ4つの塩基からできている、そういう流れなんですけども、それを突っ込んだことによって、そのミスコピーが起きて、新しい、ゲノム編集ができるっていうのが、ガイド RNA の考え方なんですけども、それを全く利用したのがメッセンジャー RNA。ああ、はいはい。それなんですよね。だから、実はゲノム編集の方法を用いて、今のワクチンはできてるっていう。面白いですよね、いろいろ。本当ね、生命って不思議だなって、もともと作られたのはやっぱ神様じゃないですか。でそれにその科学をもって人間がある意味対抗している部分もあるわけじゃないですか、そうするとね、こう人間に生まれたことの不思議さ、まだ感謝とあえて言ってもいいと思うんですけど、だとしたらこのに人間としてこの状態で生まれてきたことにありがたいなって、なんか改めて思いました、うん、ね、同じお父さんお母さんの、から生まれても400兆分の1の確率で今あなたがそこにいるんですよって言われるとありがたい存在になりますよね。そうですね、まあ、そうやって見るとまたこう違った見方っていうのが、ね、うん、あるかもしれないし、まあ、こういうこと子どもたちにもね、うん、知ってもらうと楽しいなって、そうですね、そんな風に思います、はい、それでは今日はこの辺で失礼いたしましょう。お相手は吉井清松、松本久美子でした。せーの、いいね。最高いいじゃないか。